はい、どうも、いったんです。いやー、もう3月に入りましたね。もう2021年入ってから2ヶ月が終わったということで、もうめちゃくちゃ早いと思いませんか？あとね、僕の髪もめちゃくちゃ伸びてきました。今年に入ってからね、まだ1回もね、散髪に行ってなくて、その理由としてはね、ちょっと髪型変えようかなとか思いつつ、どんな髪型にするか決まらないままね、放置してたらめちゃくちゃね、髪がね、伸びてしまいました。そうだ、あとね、3月1日かな、結構多分全国どこもね、高校のね、卒業式だったところ多分多いと思います。ということで、高校3年生の皆さん、卒業おめでとうございます。でですよ、そのね、高校3年生の方たち、あと1ヶ月したらね、大学生になる方も多分ね、多いと思います。はい、ということでね、今日の企画なんですけど、大学生の冬休み中の出費を、もう全公開していこうと思います。ね、僕1ヶ月前から春休みをしてるわけなんですけど、2月のね、出費をね、もうこの iPad に家計簿のアプリを入れて、これに全部ね、記録をしているので、今回はね、それを全部見せていこうかなと思います。ただね、今回はもう2月ね、ずっと緊急事態宣言中だったので、ほとんど外出もしない、外食もあまりしないっていう状況なので、出費自体は今までの春休みと比べたらかなりね、抑えてるんですけど、そんな感じでね、今回見ていただけたらと思います。それではね、早速見ていきましょう。はい、ということで見ていくんですけど、こちらがね、僕の家計簿アプリになります。上をね、見ていただいたら分かるんですけど、もういついくら使ったかっていうのもね、全てね、記録しています。はい、それじゃあね、2月1日から早速見ていきましょう。じゃあまずね、最初ですね、2月1日一番下、その他バイクの保険って書いてあると思うんですけど、バイクのね、保険をね、コンビニでこれ支払ったんですけど、5300円。はい、で、次その上ですね、スーパー2つあると思うんですけど、大体ね、僕スーパー行く時に3日4日分ぐらいね、一気に買いだめをするんですけど、その日にね、スーパーね、2つ行くんですよ。万代っていう、大阪にあるスーパーと業務スーパーと、買いたいものがちょっとね、違って、1日でね、2回スーパーに行くんですけど、この日もね、2回行って1025円と1816円のね、2回買い物をしています。はい、で、次2月2日ですね、これファミマって書いてあるんですけど、多分ジュースかな、買ったもので、その次2月3日、食費ですね。これもデリバリーって書いてあるんですけど、1878円。これはね、ステーキ丼を頼んで、この間出した株主優待で食べたガストのステーキ丼ではなくて、また別のとこでね、頼んだステーキ丼を、ここでね、デリバリーをしています。で、2月5日金曜日はファミマ100円。これはあれだ、ゴミ袋がね、なくなって、ゴミ袋を買いに行きましたね。はい、で、次2月8日4221円、スーパー、これもね、スーパーで買ったものの値段です。はい、で、次2月10日はこれはあれだ、最初のこのその他 iTunes カードってやつは、バレンタインプレゼント企画をやった時のものですね。3000円分買ったのと、電車代1960円。これはね、この日ね、ちょっと遊びに行って、その時の交通費、電車代ですね。で、食費、大福って書いてあるんですけど、これね、フルーツ大福の、有名なお店が、大黒町っていうね、大阪にあるんですけど、そこでね、買ったものです。980円。2つしか買ってないんですけどね、980円っていうね、結構高い、いいね、大福をね、食べました。で、次2月12日 iTunes カード、これはね、シンプル自分用で iTunes カード買いました。で、その上2月13の配送っていうのは、これ何だったかな、多分なんか、はい、あれですね、送料支払いをした覚えがあります。はい、で、次2月15日のしゃぶ用っていうのは、しゃぶしゃぶのね、食べ放題しゃぶ用っていうお店があるんですけど、そこの7146円。これ3人で行ったんですけど、友達とね、3人分をね、おごったので、7146円もしてますね。最近ね、本当に僕、友達とかとご飯行くと、おごるっていうことがね、多いですね。じゃ、次、2月17日スーパー2つですね。はい、で、次が、2月20日ドラッグストア日用品ですね。これはね、トイレットペーパーと、あとね、花粉症僕めっちゃ持ってて、柔らかいね、ティッシュ欲しいなと思って、それとか、あと洗剤とかだったかな、を買いに行きました。はい、で、2月21日スーパーはスーパーです。はい、で、2月25日の食事居酒屋、これはね、友達と2人で、僕のね、バイト先の居酒屋に、飲みに行った時ですね。で、次ね、最後ですね、2月27日土曜日スーパー2回行きました。はい、っていうのが僕のね、2月の全ての出費です。
じゃあちょっとね、このアプリね、グラフで見れるので、ちょっとグラフで見てみます。はい、それがねこちらです。はい、これがグラフになります。まあ、そのねグラフの下を見てもらったらわかるんですけど、あの何が何パーセントとか全部書いてありますね。食費がまず32,041円ということで、あの食費ね、僕だいたい3万円前後に抑えたいなっていう、まあ、そんな感じでやってるので、まあいいぐらいのね金額ですね。ただね、2月は本当に外食をほとんどしてないので、まあそれで3万2000円いってるっていうのがちょっと高いなと思うんですけど、まあ僕がねおごったりもしてるのであれなんですけど、だいたいね4万円以内には食費はね抑えれています。で、次その人の日用品なんですけど、日用品が1193円ということで、まあ、日用品ね結構あの僕の仕送り動画を見てくれてる方わかると思うんですけど、あのお母さんがね日用品をね結構送ってくるので、あんまりね自分で買うっていうことはないですけど、まあ、今回ね1200円ぐらいね使いました。で、まあ、その人の交通費、交通費はね本当に今回はね安いです。あの本当に電車使って出かけたのが1回しかないので、あのその分だけの交通費になるし、あとね、まあ、バイク僕あるんですけど、バイクのねガソリンとかも、ね、2月はね1回も入れてないので、あのその分ね本当にだいぶ節約できています。で、最後その下のねその他ってところ、まあ、その他これはねあの YouTube の企画とか、まあ、いろんな雑費になるので、これはね本当に月によって変動がね大きいです。はい、ということでね、一番上見てもらったら分かるんですけど、合計46,154円がね、僕の2月の全出費になります。で、これプラスね家賃とか光熱費とかあると思うんですけど、あのそれはねちょっと親に頼って親に全部支払ってもらってるんですけど、まあ、僕の場合だと家賃がねここ約53,000円なので、まあ53,000円とします。で、光熱費は、水道ガス電気合わせてだいたい1万円ぐらいで、携帯代も多分1万円ぐらいだと思うので、合わせると73,000円ぐらいかな。で、この46,154円に足すと、まあ、大体12万円ぐらい、まあ、それがね大体大学生の1ヶ月の出費になると思います。はい、ということでね、大学生の僕のね春休み中の1ヶ月の出費をね全部見ていきました。まあね、本当に今年の2月はあの緊急事態宣言ずっと出てたので、ほとんど外に出てなくて、まあ、家にずっといたので出費自体はねかなり少なめなんですけど、まあ、多分ねこれがもし外出して買い物とか外食とかもっと多ければもうプラス5万円ぐらいはもしかしたら使ってたかもしれません。まあ、という感じでね、どうでしょうか、これから大学生になる皆さん、今大学生の皆さん、そして社会人の皆さん、参考になりましたでしょうか。まあ、僕もね皆さんが1ヶ月の出費どれぐらい使ってるのか知りたいので、あのよければね今大学生の皆さん、まあ、社会人の皆さんも含め、あのコメントでねよかったら教えてください。はい、それではね今日の動画は以上となります。バイバーイ。